はい、皆さんこんにちは。ヤモです。はい、今回は、地獄ウリエル、こちらを使っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、天国の方で、まあ、いろいろ言ったんすけど、はい、まあ、物足りないよーとか、いろいろ話したと思うんですけど、まあ、地獄の方も、まあ、正直、まあ、殴りはね、いいんすよ。マジで、その、攻撃力も結構高くてね、スピード、こちらもあって、そっからね、コネクトスキルで超重力なんで、殴りは強いです。間違ったところを上げていくとなれば、魔人耐性は正直本当イデアでしか正直、あとはそうですね、まあオセロが魔人なんで、やっぱりオセロを警戒した形になったのかなって。はい。いやーまあそうですね、やっぱりオセロ強いんで、ここはね、はい。まあまだ敵で出てきたことはないんですけど、将来的に、敵で、オセロが出てきた時に、はい、このウリエルがね、強いんじゃないかなという、そういった感じなんすかね。はい。あ、ちなみにコネクトスキル、この HP が12000以上、これかなり厳しいですね。まあ、ウリエル1体だけ連れていくっていう形にはね、なるとは思うんですけど、まあ正直ね、このウリエルのステータスだと、これ結構激盛りしてるんですけど、仮名を。まあ正直普通に組むには難しいかなと思います。まあなので自身と種族が異なるキャラ3体、こっちをね、メインで使っていくことにはなるとは思います。で、ストライクショットね、これがね、いろんな人が言ってるね。一応、倍率乗るんですよ、初段。うん、だから結構アビリティと噛み合ってるね、このステータスと噛み合ってるねと思ったんですけどまあやっぱりね、その HP 減らしてるの固定ダメージっすからね、ここやっぱ満足できない。ちょっと悲しいよね。これはこんだけいいステータスとね、アビリティ超重力とかもらってるんでね、やっぱりね、ストライクショット自走とかやっぱりついてくれてるとね、やっぱこいつの評価は変わったのかなと思いますね。まあ一番ダメなのは、あれだ、以前の地獄ウリエルとあんまり使用感の変わりがない、まあブロックのところに行けるようになったぐらいなんで、そこがちょっとなって感じですね。まあほんと、ウリエルだからこそこんなに言うんですって感じだね。ウリエルじゃなかったらこんなに言わない。もうただただ普通のやつだったら、別にああまあまあいいんじゃないぐらい。ならばちょっと強いぐらいじゃないと思うんですけど。ウリエルだからこそね、やっぱみんなね、言うところがあるとは思うんですよね。まあ、友情コンボ、はい、長距離攻撃アップ、まあ、こちらで長距離になりましたと。で、スピードアップね。はい。まあ、普通にスピードアップとかね、高難易度で殴り強いんですけどね、ほんと変わり映えがない。ここがやっぱり問題だと思う。やっぱりなんか新しいものが欲しかったね。SS もさ、もうこいつにしかね、唯一無二のなんかさ、いい感じのがあったらよかったのにね。エクスカリバーみたいな感じとかね。HP 減らしながら直走で殴る。オールランチで殴るみたいな。それだったらマジこいつ評価変わっただろうね。はい。まあ、とりあえず行ってみましょう。はい。まあ、普通に行ってもあれなんで、まあ、オセロで行きます。ここは、まあもういいでしょう。まあ本当ウリエルだからここまで言うんです。で、ちなみに、結構地獄の方僕は好きです。まあ、性能的にね、まあ、殴りが強ければ僕好きなんだよ。もう本当単純なんで。まあだから、そんなに言いたくはないんすよ。僕も。まあ本当にね、まあ、正直、魔人耐性はね、なんか、無属性耐性とか闇耐性になってくれてもよかったんじゃないかなと思うよね。なぜなってもよかったのかなと思うのはね、本当アベルね、同じ枠だと。あいつ闇耐性持ってるんですよ。こいつ、アベルが闇耐性持ってるのにこいつは持ってないのか、はてな、みたいなね、感じは正直してしまう。まあ、しょうがないよね。同じ枠で強い奴がいるんだから。どっさりと。あと、アルンズロットとかね。アルンズロットも普通に強いじゃん。まあ、そこに劣ってほしくはないよね、正直。まあ、でも僕は好きです。はい。まあ、SS このね、僕オセロとかね、やっぱり、ね、パワー型結構使うんでね、このね、割合 HP のね、ストライクショットはね、まあ僕は好きですね。まあ好きだけど使うとは言っていないみたいな。はい。まあ、だいぶ使うところね、限られるんだよね。なんだろう、固定ダメージが活躍するステージだったらいいんですけどね。単純に。なんだろうな、固定ダメージが働くところ。なんか、なんだろうな。まあ、HP はボスの300ぐらいで、その、なんか仕組みがないと攻撃通らないとか、そういうステージでは固定ダメージとか強いからね。まあ、そういうところ、
まあでもそう考えるとあれか、接待しようと思えばできるのか。それを期待しよう。ああ、それを期待する。まあでもマジでこれ性能好きなんだよ、地獄リエル。俺もう好きだからこそ、その頑張ってほしい。マジでマジ好きだからほんと頑張ってほしいんだよな。マジで頼むわ、皆さんお願いします。マジでこれ好きなんで、もうほんと。しかも見た目めっちゃ良くない？地獄リエルめっちゃ良くないですか？かっこいいっしょ、完全に。いや、地獄のイラスト好きな人ね、だいぶ多いと思うよ、俺。世の中。だからね、だから頑張ってほしいんですよ。ちなみにね、今回のね、この、あれでは、HP マックス状態から、ウリエル打ったらどうなるかみたいなね、ちょっと気になるんで。まあね、計算すれば威力は出るんですけど、まあ計算しないでね、あえてね。見ていきたいと思いますよ。まあ、ハーレーアルバーと一緒だね。だいぶ出るとは思うんですけど。どんぐらい持ってきますかね。楽しみ。さあ、ここはね、鬼だらけだぞ。カウンター来た、次に乗せられるかな。攻撃された時に。超バランスはちょっと見せられないけどね、今回。山だけに来てるんで。ああ、これ、これで終わるわ。おそろ最強だ。ああ、状況攻撃アップでね。オセロの手助けしてますよ。魔人耐性ついてるのに魔人の手伝いをするっていう惨めだな。はい、これもう、はい、超攻撃アップ、攻撃アップ、うるい、はいはいって感じですね。うん、どうしよう。売りスタートがいいからな。ちょっと調整しよっか。あのハートも育ってて、売りスタートで、最後その、3のオセロが取って抜けるみたいにしたいね。いや、これやりすぎちゃうな。なんとかなんか、殺せないかな、威力を。エセソなんか、溜まってないな、いい感じに。いや、これ当たっちゃうな。ちょっと、こんな感じ。痛いけど。いや、マジ強すぎ。オセロ強すぎ。オセロ強すぎ問題がここでね、浮上しましたね。うわ、ハート湧いた。よかった、よかった。ハート湧きましたわ。ガチガチ。オーケーオーケー。これダメージオールなくなるからね。ブラックになる。大丈夫だよな。調整しな、死なないよな。うわぁ。調整が難しい山だけ。おー、危ねー。いや、これ無理だ。ゼフリエルで抜けちまう。取るか。もういいや。打って、ウリエルもう一周回そう。このステージでもう一周回すわ。やべ、スパスパ進みすぎて、やっぱオセロ強すぎるんだよな。オッケーオッケーオッケー、これ雑魚処理してね。雑魚処理して、アクリル打つよ。ほいほいほい。おお、スピードアップしたね。これも SSSSSS で、おい、次2のやつハート取ってる。ハート取るなや。そんなダメージ食らないでしょ、これ10レーザーもそこまででしょ。レーザーストップついてるからね。お、ハート湧いた、ナイス。ハート湧いた、おい、いいんじゃない。これハートを湧いたんで、これで HP マックスキープできるんじゃない。おお、来た来た来た。ハート来た、ハート来た、ハート来た。オッケーオッケー、来るぞ、行くぞ。15番2812来た、行くぞ。このストライクショット、もうほんと固定ダメージいくんだけど、うれっ、特止めよ。おお、ういっ、うわー、800万いや、こいつオタクキャラだわ。面白え。おー、まあ飛ぶよね。おいぞ。あ、やべ、お前これで決めなきゃ、お前綺麗じゃないだろう。そこは綺麗に
倒しとけよ。最後はウリエルの殴りで。でもいいか。ここまで来ちゃったら、今の綺麗に決まなかったんで、おーっと決まってしまった。はい。てな感じで。820万ぐらいでいいのかな。ちょっと遊び方変わんないですね。まあ、普通にあとはね、イデアとかでもね、強いんですけど。まあなんか正直ね、地獄の方はね、なんか殴りやすいで、ほんと好きなんですよ、性能的には。なので、好きなんで頑張ってほしいっす。はい、もうほんとそれだけ、俺の願いは。多分みんなもそうだと思う。好きだから、愛してるから、こそ、頑張ってほしい。そう思ってるんじゃないかな。俺もそう思います。はい。あれもなんか、パワーアップウォールのところでもちょっと使ってみたいね。この SS 打ちながら一応、マイルズ会えるんで、それも気になるかな。ういっす。はい。ってな感じで。まあ、地獄ウリエル、言いたいのはこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。